精神衰弱レベル C まで達した。融合の時が近づいているということだよ。森様も眉状態に入った。エリア内に侵入者を確認、迎撃態勢に備えよう。繰り返す、侵入者を確認。侵入者、まさか。イエーイ、発見。この中に柳が。よし。それなに？戦線に曲じゃ！行くぞ！たまや！絶対バレたよ。どのみち敵はすでに知ってるわね。限界態勢が波じゃないもの。よし、行くぞ！早速来たな。行くぞ。レッカ、ちょっと待ちなさい。今のあなたでは苦戦するわ。そんなことはねえよ。私が戦い方を説明するから、まずは聞きなさい。わかったよ、母ちゃん。早く説明してくれ。それでは説明を始めるわね。敵との戦闘では小攻撃、大攻撃、防御、主にこの3つの行動から何をするか選ぶの。まずは小攻撃ね。バツボタンを押すと小攻撃をするわ。ああ、でもすぐに離さないで。バツボタンはまだ押したまま。そのままの状態で方向キーを押し、技の種類を選んで、そこでバツボタンを離すと小攻撃の技を発動するわ。大攻撃の場合は丸ボタンになるだけね。それでは技を出してみましょうか。まずは小攻撃。次に大攻撃。ユーロへホームラン。そんな感じね。これで攻撃は大丈夫なはず。小攻撃は攻撃力が弱いけど、その代わり技を素早く出すことができるし、大攻撃は攻撃力が強いけど技を出すまでに時間がかかるわ。相手の大攻撃に対しては小攻撃で先に攻撃するのが基本と言ってもいいわね。また小攻撃に対しては防御が有効よ。四角ボタンで防御だけど、大攻撃に対しては完全にダメージを防ぐことはできないわ。相手の攻撃のタイミングに合わせて四角ボタンを押すと回避することができるのも重要よ。ぜひ覚えておいて。それでは防御してみましょうか。まずはゾンビの攻撃を防御。次にゾンビの攻撃を回避。そんなとこね。以上で基本動作については終了。次は必殺技や特殊技について説明よ。技のコマンドの下にメーターがあるわね。このメーターがたまると必殺技や特殊技を使うことができるわ。必殺技は相手にすごいダメージを与えることができるけど、それだけ隙も大きいの。特殊技は攻撃以外にも様々な効果があるから、いろいろ試してみて。どれくらいメーターが溜まれば使用できるかは
技によって違うので注意が必要ね。うまく利用すると逆転することも可能よ。それでは必殺技を出してみましょうか。まずはメーターを貯めて。うれ竜の炎一式やばれ。ここで必殺技二流なだれ虚空。うまくいったわ。最後は相手をひるませる方法。体力メーターのすぐ下にあるのが精神力のメーターよ。精神力は自分が攻撃すると増えて、相手から攻撃を受けると減るようになっているわ。精神力がなくなるとひるんでしまい、一定時間何もできなくなってしまうから気をつけて。これを逆に利用すると相手をひるませることができるわ。そうすれば必殺技みたいに隙が大きい攻撃でも相手にダメージを与えることが可能よ。うまく利用すれば有利になるわ。それではやってみましょうか。相手をひたすら攻撃して、龍の炎錦サイファー、龍の炎そしてセンサー、龍の炎六式ルイ。さらに攻撃、龍の炎ここで必殺技二流なだれ虚空。そう、完璧ね。さて、操作は分かったかしら。もう一度説明を聞いてみる。分かったからいいよ。また出てきたわね、レッカ。今度は自力で倒してみなさい。来たわよ。龍の炎七式コンプ。強いわね、レッカ。また出てきたわ。まだ練習するの？おう、大丈夫だ。分かったわ。では先に進みましょう。とりあえず一番地形ここだな。ようこそ要塞都市ソドンへ。敵？まあ焦るでない。我らは紳士的に君たちを迎えよう。ついてはこの都市での君たちの動き方をお教えしよう。まずはこれを見たまえ。これがソドムだ。中央のタワーを囲むように
いくつもの施設が設置されている。そしてこのタワーの中に迫下柳がいる。ヘルオアヘブン、我らが神森光蘭様の居城だ。あの塔の中に柳ちゃんがいるんだね。サンキューおっちゃん。待て、おちび。動き方を教えると言ったが、あの塔に行く方法が入手できるということだ。そうだ。それではルールを説明しよう。 CD デート、これがこの要塞に5枚ある。それを一人が1枚ずつ探さねばならない。そして5枚のディスクデータを合わせると侵入方法が分かるようになっている。なんか怪しい。ずいぶん親切に教えてくれすぎじゃねえか。親切とは勘違いもいいところだ。こちら側としても君たちの存在は楽しみなんだよ。これはゲームなんだ。ゲームはルールがあるから成り立つのだ。施設の中にはウラウル派の人間たちが存在する。君たちと戦いたがっている者が何人も待っているのだ。希望に向かって突き進む君たちを絶望させてみたい。何より森様ができればもう一度君たちに会いたいとおっしゃっていたのだ。治癒の少女と同化した完全体の私を見せたいとな。そうだな、集団でいられるより分断させた方があんたたちもこっちを狙いやすいもんね。そっちにもメリットがあるルールなわけだ。上等、乗ってやろうじゃん。餌ぶら下げて個別化させれば俺たちに勝てるってか。なめんな。余裕丸出しなの絶対後悔させようね。森の野郎、首洗って待ってやれ。行くぜ、ほかげ。